皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。7月に日本のバンド史上最年少でのスタジアムツアーを完走した男性3人組ロックバンドミセス、グリーンアップル。今日5日、羽田空港国際線ターミナルでの彼ら3人の写真を独自入手した。写真、だ、誰だ、雰囲気が激変したミセス、グリーンアップル。4月にリリースしたライラック。 から先月の「ファミリエ」まで5ヶ月連続で楽曲を配信リリースしたミセス、グリーン・アップルが突然、国際線ターミナルに姿を現した。前日4日にシン・アーシャを解禁したばかりだが、新曲などのリリースが発表されていないこのタイミングでの公開に SNS でファンがざわついていた。キーボード藤沢涼香はトレードマークだった長髪をバッサリと切り、ギター若いヒロとも赤髪で、 イメチェンをしている同日発表のオリコン週間ストリーミングランキングではアニメ「忘却バッテリー」オープニングテーマの「ライラック」が9週連続の1位を獲得さらに「ファミリエ」が2位にランクインしオリコン週間ストリーミングランキングで1位2位を独占と絶好調同一アーティストの作品が1位 2位を独占するのは1年11ヶ月ぶり今年度初の快挙で他の楽曲群もランキング上位を席巻しており2024年の夏はミセス一式だったといえるそんな中日本からどこへ何のために旅立ったのか次なる動きに注目したいどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう